始まった。はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今日はあのゲストまた来てくださっていて、りょんりょん先生です。お邪魔します。りょんりょんです。りょんりょん先生はですね、現役でダンスもされているし、あのダンスの振り付けもされているんですけど、モーニング娘。時代、そして卒業してハロプロの時にあのいろんなユニットだったりの振り付けで、出会ってるのが、うん、あの私たちの出会いのきっかけで、はい、12年ぐらい会ってなくって、うん、最近この秋に入る手前ぐらいのタイミングでたまたま連絡取り合って、そう、まあ、今回こうやって YouTube の撮影だったりで最近よく連絡取りますね。そうだね。ということで今日は、はい、井戸端チャンネルとりょんりょん先生のチャンネルのコラボということで、はい、こちらでございます。ハロプロダンス難易度表を作ろう。まあ、3人今日ね、やっぱりこのしっかりこうハロプロに関わってる人本人、うん、そしてハロプロの重度のオタクだった方がいるので、まあ、その3人のトークを交えながら、あのダンスのここが難かったとか、うん、そういう談義を、もう見てる方も巻き込んでしていきたいなと、ね、お願いします。パッといい、もうなんかヘナリさん、まずはヘナリさんから。そうですよ、ね、最初はロマンとかじゃない？いやー、ロマンね。ロマン、マイディアボーイ。ロマン、でもロマンは踊り多分そんな簡単じゃないと思うよ、ね、うん、ラブマシーンみたいにみんながすぐにっていう、うん、振り付けはあんまりないかもしれない。そう、いや、それまずつけましょう、ね、ラブマシーンとレンレボがどこなのかっていうのをつけてからです。うんうん、そうだね。横軸がまず説明しますね。こっちが可愛い、はい、だいわゆるなんかこうフリフリな、うん、でだん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 こうセクシーが多分これはりょんりょん先生の得意分野、得意分野、多分セクシークール得意分野で、上下はシンプルにハードイージー。まあそうだね。はい、言うとラブマシーンは小川さんもこの前の動画で言ってましたけど、割と簡単。割とそのみんなが覚えやすいと思います。うんうん、ダンスができない人でも多分踊れる振りになってると思う。うんうん、そうだね。うん、とどっちかっていうと可愛い。可愛いんじゃない？セクシーではないですよ、ね。セクシーではないですよね。うん、どう？これかな、この辺な感じしますよね。この辺ですかね。意外とイージーのセンターよりはちょっと上かもしれない。そうか。ちょうど、あ、なるほど。けど可愛いじゃないんだよ。面白いんだよ。ちょうど。真ん中ぐらいじゃん。このイージーとかこの辺ぐらい、うん、レンレボだと、レンレボの方がちょっとだけダンスはハードだと思う、うん、確かに。でもちょっと可愛いのかな、ちょっと可愛い、超いい感じ。可愛いの、あれ可愛い、可愛いに入るの、セクシーでもない、まあ、セクシーではないな。可愛いとセクシーが難しいね。だから真ん中ぐらいなんじゃないですか、可愛いセクシーで言ったら。そうですね、はい。で、イージーハードで言ったらラブマシーンよりはちょっとハードだと思う。この辺ですか、うん、みんなが踊れるやつ。じゃあこの辺にしときましょうか。その辺にしましょう。この辺にしときましょう。じゃあ次どロマン、これでロマンにしますね。じゃあこのロマンが僕は分からないので、皆さんロマンはガッツリ系らしい、うん、ハードではあるよね、少しハードっていうかそのダンスって感じ、ね、ダンスって感じする。でも可愛いではないから、でもセクシーなの？かっこいい、かっこいいとセクシーはね、こう表裏一体ってつぐさんがよく言ってる。あ、でもそうなんですか。書いておいたら、こっち側でいいんだ。かっこいいセクシー。はいはいはい。かっこいいセクシー。セクシーでかっこかっこいいですよね。うん。でもまあここら辺じゃない？レンレボ。レンレボの。うん、並びの反対が、うん、レンレボじゃない、ラブマシーンの対面ぐらい。対面ぐらい、じゃあこの辺ですよね。うん、そんなそこまでハードに行くかな？レンレボよりは難しい。レンレボよりは踊ってる感は私はあったかなと思います。うん、じゃあまあ、じゃあ真ん中、真ん中ぐらいにしますか。ボーダーライン上ぐらいにしよう。ミニモニじゃんけんぴょんとかってどういう基準なんですかっていうね。うん、子供でも踊れるんで。うんうん、もうじゃあここのかわいいか。絶対かわいいでしょ、ミニモニじゃんけんぴょんの。かわいい。うん、かわいいのイージーのコラフル。コラフル？じゃあ。うん、ジュシカシマシ物語。ジュシカシマシはりょんりょんがつけてくれたやつ。そうです。これはでもかっこいいとかではないもんね、うん、かわいいかわいい、かわいくてもうやろうと思ったら難しくはない。そうだよね、うん、どっちかっていうとラブマシーンぐらいの、うん、ぐらいかも。じゃあその辺、はい、その辺にするぐらい。その辺ジュシカシマシ、うん、今ちょっとミカリさんから、うん、マックス可愛いは三人祭りかなって言ってるんですけど、確かにこの意見で言うと、うん、マックスセクシー、うん、マックス可愛いとかも一回決めちゃった方がいいかもしれないですね。そうね、マックス可愛いか、あとマックス難しいも決めちゃったもいいかもしれないですよ、うん、マックス難しい
しいはさ、うん、もう多分モーニング娘。とか、うん、ハロプロが後半になっていけばいくほど難しくなっていってますよ ね, よ ね, すよね。だからどんどん更新されてる気がする、うん、やっぱり今の子たちがやってる方が難しそうって思うもん、うん、あ、そうなんだ、すげえ踊ってるって感じする。ロマンがここってことはその子たちからしたら簡単なんですか、うん、簡単なんです。いや簡単だと思いますよ。え、そうなんですか。多分あの子たち結構訓練を受けてるから、うん、ダンス上手な子多いんですよ。だってこの頃のロマンって全くまだこういうダンスしたことないのにやってるから頑張ってたって感じ。あ、今来てますよ。で、ミカリさんはマッツセクシーはゴッチンのサムボって言ってます。これが。あ、サムボって何？サムボーイズタッチ。あー、テレテーのやつ。これは結構、あ、それはセクシーだし、あの衣装がもうかっこいい、どこ見たらいいか分かんないもん。あれはね、最後にね、この間もやったんだけど、最後にダンサーが踊ってるの見たらもうこっちも応援したくなるって言って。そんな激しいんですか。激しいんです最後。じゃあ後藤さんだね。サムボなんですかね。サムボマックスセクシー、マックスセクシーハード、うん、結構大変だと思う。サムボ涙が止まらない放課後、やった一番悩んだやつ。涙放課あれちょっと私の中での黒歴史なビジュアルなんですよ。涙が。あ、そうなの。なんだったんですか。いやー、なんであんな、手足めっちゃ開けた。いや違うの、なんであんな髪型にしてたんだろう。あんな黒い髪でめっちゃ変なとこにシャッてメッシュ入れてるんですよ。涙が止まらない放課後の時の小川すごい嫌いなんですよ。変にとがろうとしてる自分。あ、尖りね。いいじゃん、そういう自分だって。あ、そう、ほら、なんかなんでここだけシュッてさ、その一本メッシュなんなんですか。黒歴史が。すごいですよ。取れてます？いいじゃん。嫌なの。これ、関口博さん以来ですからね。ここに一本メッシュ入れるのは。確かに。とりあえず可愛いのマックス決めたいんですよ。可愛いのマックスはんサムボがここも決まったんで、うん、あ、私だからね、モーニング娘。で言ったら、うん、ゴーガールは苦手なちょっとダンスの、このこういうあんなあたーみたいな。可愛いんですね。ゴーガールどうですか。じゃあ入れるなら、チューナスパーティーはもうだって正直こっち側も確定してるんで、チューナスパーティーは難しいですか。チューナスパーティーは割と簡単。チュー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 さま。いや、私簡単だったと思います。ユニットユニットだって踊れるよ。踊れるね。じゃあチューナスパーティー結構もうイージーかわいいにしますよ。イージーかわいいですね。イージーかわいいじゃないですか。私一回ね、ハロのコンサートでね、なぜだかね、チューナスパーティー担当になったことあって、もうすごくどうしようと思ったの。サユと私とももち、それはもうすごくないよ。あのユニット振り分けてるのマネージャーじゃないでしょ、つんくさんでしょ多分。ライブはね、私たち。あ、ねえ、誰誰で。ひまわりベーグル、パンパンパン、オタクなヘナギだ、ポワポワポワ、三人井戸端スマイルモーニング。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。